はい、今からですね、このシングルリフトのこの右端の尾根をずっとですね、尾根伝いに行きまして、そうするとですね、土地抜きコースのリフトがあります。はい、これに、このコースを滑ろうという感じですね。位置関係はまあ、こういう感じですね。リフトから降りて右の方に。大成君分かってるかな。時間が26なんで。本日は2月の26日。はい。26です。26。年じゃないよ。はい。本日は、途中のコースが動かないので、ちょっと秘密のルートを歩いてみます。はい。すごく綺麗で、これは妙高山ですね。はい、これが黒姫。それでこの眼下にあるのが野尻湖です。これは実は、某薬剤師の大成君が行こうとしてたルートです。大成君はここじゃなくて間違ってこっちの方行っちゃったわけですね。ここです。はい、大成君が行ったと思われるルートはですね、この林の中です。はい。本当は、ぎゅーっとカメラが回ってまいりまして、こっちです。はい。はい。どうぞ、こういう感じでーす。ぎゅー。愛ちゃんちょっと飛ばしすぎじゃないか、それ。この林の中を登り切ると、右手に、土地抜きコースがあります。はい。はい、大成君が滑ったのは、ここです。さあ、やってまいりました。これが動いてない途中抜きのリフトですね。はい、これが途中抜きコースです。はい、何されました。騙されて。はい、わかりました。なんか1時間後に降りられるかどうか。これは日本海ですね。はははははじゃねえだろ。わかりました。佐渡島、佐渡が綺麗。ああ、この方向に佐渡島があるはず。ちょうど真ん中ちゃんです。打ち足になってます。まだまだこれからです。はい、ポーズ。死んでます。